はい、皆さんこんにちは。今回は久しぶりのアライグマです。10月ですが、アライグマを全く見なくなりました。もうこの辺のアライグマは絶滅したのではないかと思われるくらいアライグマを見ていません。カメラにも全く映っていません。アナグマは時々見ますが、アライグマは本当に見ません。アラホールを箱穴に設置していますが、餌すら食べていません。しかしそんなアライグマを今回捕獲することができました。久しぶりのアライグマです。アライグマ捕獲に最適な罠、アラホールの詳細については動画の概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。では今からアライグマを止めさせていきます。アライグマなどの小動物はかなり電気が通りにくく、電流が流れ切るまでかなり時間がかかってしまうので、水などをかけて通電をしやすくしておくと良いかもしれません。インバーターにコンセントを挿します。インバーターの電源を入れて、アースクリップを箱穴へ取り付けます。そして手元のスイッチを入れて思いっきり刺します。アライグマは1分近く止めさしし、電流を流すようにしてください。止めさしが完了しました。アライグマなどの動物もイノシシ同様、最後に必ずナイフなどで止めさしを行うようにしてください。アライグマなどは、細くて長いナイフなどが急所に入りやすいので、こういうちっちゃいナイフを用意しておくと便利かもしれません。今回は箱穴付近に取り付けたアラホールでアライグマを捕獲しました。アラホールは動画の概要欄にリンクがありますので、アライグマ被害にお困りの方はぜひチェックしてみてください。関連動画にもアライグマの動画がございますので、そちらを一度ご覧になられてください。本日もご視聴ありがとうございました。